ボルガジョーズのフレアフォーンを入手完了。フレアフォーンは入手したが、すぐにエボルブを開始するぞ。カルセドニー、ペリドットとバイロックスは？あの二人は来ない。途中でインカローズに襲われ、動けなくなった。インカローズ？まさか、二人を置き去りにしてきたのか？時間がない。早くパライバ様のペンダントを出せ。おい、答えろよ！そうだ。僕は二人を残してここに来た。お前たちと共にサンドリオンへたどり着くためにな！岩盤、悪界振動波を検知。30秒以内に現在地は爆発に飲み込まれる。シング、今はソーマエボルブに集中しましょう。ソーマエボルブ！どうしたのさ、カルセドニー、爆発が来るよ！クソ、なぜエボルブしない？僕のスピリアを吸い尽くしても構わない！エボルブしろ、ソーマー！落ち着いてカルセドニー、あなたは一人じゃない。バイロクスとペリドットのスピリアも今ここに、あなたと一緒にあるんだよ。ほら、一緒だってペリドットも言ってるよ。ああ、本当だ。なんで気づかねえんだって、すげえ怒ってるぞ。バイロックスも少し困ったように。でもあなたを信じて静かに見守っているわ。ペリドットがちゃんと生きて私の代わりに聖堂の床磨きしてくれってさ。お前を守りたいという彼らの強固な意志が自分の中の何かと共鳴している。二人がてめえのことを心底信じてたのが伝わってくるぜ。さあ、二人のこの思いに応えるために。飛ぼう、カルセドニー。ペリドットとバイロクスのスピリアと一緒に。ガルデニアにもクリードにも今ここにあるスピリアを消させはしない。行くぞ、僕のソーマ。強く、高く、大空へ羽ばたけ！外を見て、俺たち生きてる。これがエボルブした飛行ソーマ。ペリドットたちがつなげてくれた希望の翼だよ。ソーマリンクが消えちゃう。消えちゃダメだよ。カルセドニー、ペリドットとバイロクスのスピリアが。うわぁ、カルセドニー気絶してるよ。いや、大丈夫だ。息はある。だがよ、羽の兄さんが気を失っちまって、今誰がこの飛行ソーマを動かしてんだ？やべえ、落ち始めてっぞ。なんとかできねえのか、クンザイト。自分の所持するデータには操作方法までは含まれていない。落ち着いてください。私を仮の管理コアとして登録し、操作権を確保します。カルセドニーたちがつなげてくれた希望の翼、落とさせはしません。私では不時着させるのが精一杯です。うわぁ、せっかくソーマエボルブできたのに。
とか持ちこたえてくれ、リチア。俺たちは平気だよ。それよりカルセドニーの手当てをさせてほしいんだ。あ、はい、急いで村長の家へ来てください。カルセドニー、限界以上の思念力を振り絞った反動が出てしまったのですね。それはリチア様も同様です。これ以上思念術の使用は。今は白化の前兆。リチア、お前のスピリアはこんなにも。二人ともこのことは黙っていてください。しかし良いのです。ガルデニアを封じる前に死んだりはしませんわ。体の傷は大したことないが、ソーマエボルブの影響か、スピリアの消耗が激しいな。おい、カル、このまま目を覚まさないなんて許さないからな。ペリドットとバイロックスの思いはどうなるんだよ。やめろよ、このバカ。カルセドニーがこの調子だと、飛行ソーマを誰が動かすか、それが問題ね。なんとか私が操作できないか、もう一度やってみます。いけません。リチア様はリチア様でなさねばならぬことがあるはずです。待ちましょう、カルセドニーが目覚めるの。もどかしいな、こんな時に。でしたら結晶騎士様がお目覚めになるまで我が里自慢の温泉に入られてはどうですかな。皆さん火傷を負っておられるご様子。うちの温泉は火傷にもよく効きますのでな。本当だ、まるで火傷の痛みが消えてくみたいだ。シング、いる？え、琥珀？うん、いるよ。二人っきりで話がしたいなって。ほら、いつもお兄ちゃんやみんなが一緒だから。ああ。ペリドットとバイロクスのこと辛かったね。うん、でも二人のことで一番辛いのは、うん、だからシング、カルセドニーのことを支えてあげて。きっと今そういうのをシングが一番だと思うから。うん、戦友だもんね。戦友だもんな。私今ね、すっごくドキドキしてる。でも二人で話ができてよかった。シングと二人で話をするのは今しかないって思ったから。俺も。おお、貸し切りじゃねえか。おい、ひすい、かけゆくらいしろよ。細けえことはいいんだよ。確かに火傷によく効きそうだな。泉質はナトリウム炭酸水素塩泉。主な含有物は二酸化炭素ナトリウム、マグネシウム、カルシウム。火傷に効能ありという話に偽りはないようだ。ちなみに美肌効果も高い。
そんなことまでも分かるのか？液体ならば皮膚から直接吸収し分析が可能。自分には繊維質の効能など無関係だがな。それにしてもさ、いい体してんな。伊達に相馬使い20年もやってねえよ。僕一番。あれ、琥珀も来てたんだ。声が大きいよベリル。おいシング、隣って直に女湯なのか？うん、そうみたい。ま、温泉なんざ大抵そういうもんだ。気にする必要はねえだろ。こら、ベリルったら、子供じゃないんだから駆け湯くらいしなさいよ。細かいことはいいんだよ。おお、リチア、髪はエメラルドで肌は真珠色なんだね。え、まあそうやって言葉にされると恥ずかしいのですが。琥珀は色白でスタイルいいし、イネソボキュバーンって、お、腹筋も綺麗だね。この体型維持するのはなかなか大変なのよ。ふーん、あ、僕いいこと思いついた。はあ、ベリルったら湯船に浸かることくらい落ち着いてできないのかしら。ちょ、ベリル、何をしているんですか？見ればわかるじゃん、ヌードデッサン。みんないいよ、そのポーズいいよ。さあ、タオルも取ってみようか。ちょっと、ベリル！リチア様のお体を画像データとして残すなど許されん。おい、ベリル、何やってんだよ。軍隊と翡翠いたのですか？あんたらこそそこで何やってるんだよ。覗きか、覗きだな。覗いたりしやしねって、普通に風呂入ってるだけだよ。するわよ。信じられん。婚姻前の男女がなんとハレンチな。まさかお前たち入浴の時はいつもこうなのか？違うよ。そんなことより彼、もう平気なのか？な、シングにカルセドニーまでそこにいるの？二人とも見損なったわ。いや、僕は知らずに今入ってきたばかりなのだが。大体後から入ってきたのはそっちだろう。はあ、じゃあ最初からいたの？ヌードデッサン後で見せてあげようと思ってたのに。やめ、何言ってるのベリル。見せ、僕の芸術作品が。何がおかしいんだよカル。お前たちのようなバカと一緒でよかった。もし僕一人なら、あの二人を失った辛さにとても耐えられなかったろう。シング、感謝している。カル、グースの村長さんも驚いてたよ。カル、いつまでも寝てなどいられないからな。翡翠、琥珀、僕の相馬バルハイトはお前たちの母上の形見だったな。今さらだが、このまま僕が使い続けても本当に構わないのか？もう今のバルハイトはてめえらの絆がエボルブさせた新しい相馬だろ。いや、我が隊だけではない、我々全員の絆が生んだ翼だ。だったらなおさら新しい相馬だよ。我々の絆で生まれ変わったバルハイト、新しい名はリアンハイトか。リアンハイト、うん、なかなか芸術的ないい名前だよ。絆の翼リアンハイト、その名と共に飛ぼう。すべてのものの思いと共にサンドリオンへ。どんなに離れてたって、たとえもうこの世にいなくたって、マリンさんもペリドットもバイロクスも私のお母さんも。なになになに、この音、この揺れ。音声識別、これはサンドリオンの転送術発動音だ。
いけない、すぐにサンドリオンに向かいましょう。カル、本当に大丈夫なのか、あの二人のこと。それはもう言うな。あの二人のスペリアは常に僕と共にある。二人の思いを無駄にしないため、僕たちにできることをやるのみだ。シング、世界を救い、生き…ああ、もちろんさ。ガンドコ行こうぜ。飛行相馬、リアンハイト各部、軌道確認。いよいよサンドリオンに突入よ。待ってなさい、クリード。ストリ…ナムナム、今度は落ちませんように。ベリル、気合い入れねえと振り落とされるぞ。行こう、目指すは茨の森。軌道結晶場、サンドリオン。サンドリオンの位置は現在地から北東にまっすぐです。了解した。北東へ向け、リアーハイト。はっ。
you